これででも街を探索できるようになりました。ああダンジョン攻略やのになんか普通に車とかもあって、なんか変わった世界観よねほんまね。ダンジョンズ・オブ・ヒンダーベルク、続きいきます。マイクロベーサーどうぞよろしく。さあ続きでございます。一応進むべきは多分こっちのいざ出発っていうところに行けばいいんだと思いますが、魔法を覚えた私でございます。ういってことでドカーン、この辺を使ってダンジョン攻略、観光地でやっていくぜ。この辺の素材とかはどこで使うんやろうな。今んとこまだ何も使うところが出てきてないけどね。魔法スキルって本当にすごいのね。ねえ、ボール&チェーンの魔法の魔法、あの緑のスライムに使ってみたことある？緑。そしたら引っ張ることができるのよ。ほう。遠距離スキル、ベトベトのスライム。スライムの緑色の塊はボール&チェーンを使って近くへと引き寄せることができる。弾をスライムへと投げたらもう一度押してそばに引き寄せよう。なるほど、そういうギミックもあるのか。すごくかっこいいと思わない？うん、いいと思います。こっちもまだいける？ピロピロ。他は、あ、宝箱回復か。まだそういえば回復俺使ったことないよね。これでどこまで行けんやろう。この距離届きません。これでも向こう行ったら思い切って敵おるけど、ここ引き寄せえの、あ、倒れえの。あ、いけるものやけど、じゃあおるで敵。戦闘魔法、戦闘中は魔法スキルが MP を消費するってことやね。やっぱ戦闘以外は MP 消費はないってことや。画面左端上部の緑のメーターは MP の残量を示してくれる。 MP は剣でモンスターをヒットすると回復、15撃を使用すると効果的。 OK だ。これでも狙うの、ふい、むずい。おい、あ、もういっちゃうからな。やべ、あぶねえぜこら。おい、ここどう、 MP ない。はい、避けて、あぶねえ。やめて、はい、ナイス。うっすい方、なんかまた出てきた。ちょっと待って、ちょっと待ってな、 MP 欲しいな。おい、ここここ、おい、おらおら、今です、今です、やったまえ。危ない、俺の勝ち。 OK、 どうよ、まだ楽勝やな。もっと強い敵出てくるんかな。ここは回復と、こっちもなんかあるよな。行き止まりでしたけど、魔法元素なるものがちょこちょこ手には入るね。やっぱこれをどこで使うって言うんだい。上に行く、いいよ。ここは新たなダンジョン発見。昨日の地震でここはボロボロだな。あのはしごの上にある石の塊見えるかい？あんなの前にはなかったよ。なんやて、まあ、でも壊せるやつだと思うけど。ここのダンジョン楽しみにしてたのに、あの石を一掃する方法があるはずなんだけど。もう俺ができるで。だけど、こっちじゃないわな。こっからこの上は、この上に登る方法が、向こうから行くってことか。ここを登りたいけど、この石が邪魔です。だから、ここに多分、入れるんじゃないの？ここに、綺麗に入る。で、あれを引っ張ってあげてる
消えている。時間制限あんのか。入った。はっ、引っ張って上に上がったところドッカーン。そういうこと。どう？うわ、それは頭いいな。うん、お前がバカだな。じゃあな、僕はここに留まってもうちょっと魔法スキルを練習するよ。君を見てると他のダンジョンに行く前にもっとトレーニングをしなきゃいけないのは明らかだからさ。トレーニングだけで何とかなるかな。お前頭悪いだけやぞ。地頭がダメかもしれんぞお前は。で、何やここ。あ、え、さすがに壊れへんか。こういうのって壊れへんか。ぽいぽい、無理やね。だね。オッケー。で、新しいダンジョンついにやってまいりましたが、あ、剣手に入れたぞ今多分。これを装備変えれ、あ、でも、あー、こっちの方が上がるよね。心の内に眠る魔法解き放とう、ヌーバーハートシリーズは魔法ダメージの向上及び MP 回復の速度アップを実現。全部上がるからこっちの方がいいよね。装備合ってる？あのマーク、スロットが2つあるってことかい、あのマークは。あースロット、これで2つ目のスロットが使えるってこと？うん、まだようわからん。とりあえずはやっとダンジョン来たから行ってみようじゃないの。ポータルが現実離れした熱を発してる。私本当に立ち向かう覚悟はできてるのかな。大丈夫だよ。看板は各ダンジョンのモンスターの難易度をスレイヤーたちに示してるみたい。うん、誰かが観光地用にそんな置いてくれてんやね。攻撃のレベルが2、防御のレベル1。俺のレベルはレベル1。よし、試してみるか。俺のレベルがあれかい、攻撃のレベル2ってことなのかい、あれは。うん、よくわからんけど行く。で、ここ入ると時間が進むやんな。時間が進むってことは、時間をあんま進ませへんように攻略とかもしていかなあかんのかな。来ました、ダンジョン。いいね、雰囲気全然変わる。ここを、どこにしたか。うわ、大丈夫か。相当深そうな、あ、なんかいる。井戸みたいなところですけど、カメラは動かせない。あ、おっ、いきなり戦闘かい。ほらほら、ほい、避けて、ここ、はっ、んー、ドカーン。ほらバカめよ、まだ来るか。もう一丁ドカーン、強っ。ういうい、余裕だぜ。いいね。で、ギミック系なんかな。あ、なんかある。押す、ここに、なるほど、3箇所にそれをってことか。あれか、へっ、違う、ここ、お前らか。引っ込めて、出して、あれを直接、あ、いけるわ。あ、いいね。ああ、なんかちょっとゼルダ的な謎解き感あるよね。で、2つ OK。で、あれ？宝箱やった。あと1個が、俺が、はあはあはあ。ってことは、これ2つだけで、いや、動かへんな。ここに、だから、これやな。へぇー。おもろパズルやーん。トゥー。危ねえ。
このダンジョンに入るには行列があるの？君は並んでる？トラビス、いや俺は今仕事中なんだ。討伐ブーブについて記事を書いているんだ。クルキッド氏にね、聞いたことあるだろう。うん、じゃあ午後中ずっとここに立ってるつもりな。契約上ダンジョン3つには入らないといけないんだけど、クリアしなきゃいけないなんてどこにも書いてないからな。あ、でももし奥に行くんだったら直接話を聞かせてくれよ。へよ、なんかわからんけど、よしゅん、俺クランプスバーにほとんど毎晩いるから、研究のためにな。別に好きだからってわけじゃねえぞ。時間があったら寄ってけよ。ほう、暇の時クランスバーに寄ってけよ。君の体験を直接聞かせてくれ。これまただからなんか街に戻った時にこういうやつら出てくるってことやんな。なんか結構普通のただのダンジョン攻略とはちょっと違うよね。一般的な街並みの世界観もあるから不思議。現代なのにダンジョン攻略があるっていうね、この世界観ね。えい、これはここか、ほら違う、あっちか、あれやな。えっ、引っ張り先生方、時間経ったら戻るやつってわけでもない。はい、向こうに飛んで飛んで下、あれ俺どっから来た、あそこに、じゃ上ですね。よし、なんか見えるけど、あそこが出口か。意外とじゃあ簡単。これゲーム後半の方になったらそのゼルダ的なノリで謎解きも難しくなっていくんかな。わ、なんか結構入り組んどんな。こっちはなんかいる、魔法シールド。あいつ首なんかめっちゃ長いんか。一部の敵が再生する魔法シールドによって守られている。魔法シールドの HP は敵の頭上に表示される緑色のメーターで示される。魔法スキルを使い早くシールドを消耗させよう。 MP が必要な場合は剣による重攻撃を決めると MP をって手るべく回復できるということを覚えておこう。一応倒さなあかんのか。行く、おい、ほら、ふい、来いや、来いやバカめが、おい、なんだなんだ、キモキモいぞお前、キモいけどお前本体がガラ空きだぜ、あぶね、おい、うわ、雑魚召喚すんのかい、おいおい、やめて、こら、おいおい、ふんふん、甘い甘い甘い、おい、余裕。戦闘終わっても MP 回復するってわけではないんやな。ちゃんとスライム壊したりせなあかんやな。こっちいいが、あれ開いてねえぞ。乗って、あ、いけんのかい。おー、ほ、どっかでトロッコいじらなあかんかったやつ？これもしかして。なんかボタン壊れてる。これは？はっ。そういうこと。ここから。えっ。乗る！で、パーツとお金。だけかでも。向こうに、なんかあるな、あれ。なるほど。登った意味あったんやった、一応。で、パッ、ぷい。で、乗ってまた行きまーす。そういうやつ、あ、ちょっとなんか、あ、ちょっとなんか傾けて、どっち行くか、選べんのか、これ。こっち。こっち当てる、適当に言ってるけど、
こっち、こっち、こっち。危ねえぜ。へい、おもろ。うい、合ってんのかな。いけてますか。危な。よし、よし。いけてる。で、こっち。はあ。なんかいろいろ取りこぼしとかもありそうやけど。折れてるね。これは？はいはいはい。ぐるーっとトロッコ。行けなくはないよな、今の感じ。行ってみるか。さてーどーん。これはもう一回。もう一回。で、あーどーん。カラーの、あ、出れねー。からあれは、あ、無理なんか。先にいじっとかなあかん感じやん。これめんどくさい。まずはあ、いや違うな。まずあっちに登らなあかんやな。こうしといてか、こうしといて、はい、まずここで、これで乗ることでな、でここをいじる。これでいける？意外と大変やな、ギミックが。で、まずはこっち戻って。カメラぐるぐる回るから。人によって酔うで、これな。ギューイーン。からの、こっち行って。OK。イエス。あ、着いた。ゴールや。ええのか？クリアか、これで。うっちょ、びっくりしたー、ボスー、やめてー。ひっひっひっ、こいこい、うわ、こいこいこい、ここドカン。なに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 、なんじゃい、当たるかい、そんなもん。危ない、危ない、ちょっと危ねえ。スタミナ切れてるやん。はっ、うん、甘い。いや甘くない、意外と強いわ。お、追いかけてくるわ。はいはいはい。お前ら、お前ら、お前ら、お前らで MP 回復して。はい、ここドゥーン。おい、雑魚は召喚するんじゃないわよ、危ないわよ。ねえぜ、やばい、危ねえ。へっへっへい、もういっしょ。あ、雑魚呼びすぎ。はい、ほっ、あたーん、いける、大丈夫だ。ここドカン、おい、へい、よし、 MP が、 MP が足りないぜ。よし、まあまあ思ったよりもダメージを受けてなかったな。難易度選択あったから、ハードとかにしてたらダメージがめっちゃ食らったりするんやろね。スタンプ、これでまだ二つ目やろ？めちゃめちゃあるやん。思った以上にボリューミーなゲームっぽいぞ。これで出る。ふん。なんかダンジョンにあったあの謎の名は
関係なかったんかな。2日目の夜、町に帰ってきたのか。夜かこれ。それでどうだった？ああ、思ったよ。よかったよ。大変だったけど、ほとんど自分でうまくコントロールできている気がした。多分私ならやれると思う。魔法の方は？まだゾクゾクしている。この感覚がずっと消えないといいのに。こんなに集中できたのって初めて。私の全てがやるべきことをやっていた感じだったな。わかるよ。なんか特別な感覚だよね。うん、そんな感じ。今夜は村を探検しないの？ああ、ちょっとしてみたいな。私はただベッドに直行したい。また一緒に遊ぶだけじゃダメなの？え、探検はどの選択肢？これ？そろそろ行こうかな。ちょっと散歩しようと思う。そろそろ見て回ってもいい頃だと。私が知っているヒンターベルクならルイーズはもう誰かと知り合ってるでしょ。その誰かと会えるか見に行ってきなよ。ヒンターベルクみたいな場所には普段会いそうにない人がたくさん集まってくるだけじゃない。その多くが一緒に時間を過ごせばいろいろな面で手助けしてくれる。君のリュックから大きな日記が出ているのが見えたんだけど、ちょっと貸してくれない？日記？なんで？ん？はい、ここら辺にいる人たちについてメモを書いておいたよ。ありがとう。その人たちがどう役立つかもね。あ、アルベールさんいたね。レベル1特典、 MP スロット増加、アレックスはキャラクター概要アンロック。はあ、なんかそんなあんのか。 HP スロット増加させるやつとかもいるな。若きプロスレイヤーダニ、ダニでした。あ、めっちゃ人いる。知らん人ばっかりや。回避スタミナ増加とか結構いろいろあんやね。はあ、おお、なるほど。ありがとう。後で見てみるね。でも誤解しないでよ。面白いと思った人とはどんどんつるみな。つるむて。一度の休暇でつるむには足りないぐらい、ここには魅力的な人がたくさんいるんだから。そのメモはルイーザが迷ったり行き詰まったりした時に参考にすればいいから、好きなように使って。あー、関係性レベルアップ。そんな感じの演出あんにゃね。他の人とつるむことで手に入る関係性得点を確認できるようになった。得点得点得点って書いてる。それからもう一つ、ここら辺のお店って夜中は営業していないんだ。夜遊びに出てパーティーを楽しむ前に買い物を済ませておいた方がいいよ。メイン広場を降りて行ったところの近くにドラッグストアがあるんだ。そこで今日無料魔法薬を配布してるよ。ほら、私が地図に印をつけといてあげるね。あんまりまだよう分からないような場所がな。あ、トラビスがここにいる。ダービトがいる。なじみ。で、こっちの方に、あ、ダニとかいるやん。前に行った方がええんかな、じゃあな。装備とかもあるやん。ショップ結構あるね。映画館。何ができんの？スーパーもある。思ったほかになんか街でできることもあるんやな。そろそろ行かなきゃ。また近い位置に会おうね。来た。時間の流れ。ダンジョンへ行ったり仲間のスレイヤーと連れんだりしてアクティビティを開始すると時間が経過。常に翌日の冒険を考慮して前もって計画し、夜のアクティビティを開始する前にお店に寄ろう。翌日の冒険を考慮してとは言われてもまだあんまよくわからないけどな。今これ夜らしいわ。めっちゃ明るいけど。これででも街を探索できるようになりました。ああ、ダンジョン攻略やのに、なんか普通に車とかもあって、なんか変わった世界観よね、ほんまね。異世界探訪茶。お、向こうは？この村は村の外へと。この道は村の外。私には関係ないね。ちは行けない。この辺なんかあるぞ。でも何屋さん、ここ。新たなワープ地点アンロック、スパ。常に人付き合いよくする必要はないよね。こういう晩にはスパにいて自分にご褒美をあげるのも悪くない。到着したけど、アレックスのアドバイスを聞き入れて他の人たちをつるんだ方がいいね。ああ、今はまだ入れ。バス停に待ってんのかい。同じような服着て同じやつおるやんけ、お前。はあ、普通に街、こっちにも行けない。ガソスターって。
はあ。まずはじゃあこいつんところどこだ。さっきのやつやんな。お前や、時間経っちゃうんか。どうなんやろ、一応喋ってみる。お、来たな。どちら様さっきあったけど、あんたが自分の討伐体験を直接話すと約束した相手、しっかり覚えてる？インタビューの準備はいいか？この式場の飲み屋で酒でも飲もうぜ。ここでつるむ前に買い物を済ませておいた方がいいね。せめてアレックスの言っていたドラッグストアの無料孫薬だけでももらっておかないと。あ、やっぱ時間経っちゃうんやな。オッケー、こっちで合ってる。商店街、この矢印の部分は一気にこっちに進むってことね。行ってみよう。商店街エリア、とりあえず時間経過するやつはまだちょっとできへんからそれ以外やけど、ここは花屋兼ギフト、オーガニックのポテチ、花束、どっかで使うのか。一個なんか買っとく？花束買う、ポテチ買う。あ、どっかで使うのかい。観光地やねんな。めっちゃ滝見てはる。おんじゃついっぱいけど、みんな服ください。ここは食料雑貨、おやつ、これ普通にだから使うやつやんな。トランシーバーなんか使えるのかな。数学パズルの本、アイマスク、何、ライター、なんかいろいろ使えそうやで、この辺のやつ。アイマスク買っとけ買っとけ。回復アイテムはいいでしょう、今のところ余裕や。お土産屋、何に使うのこの辺。おもちゃの剣、 T シャツ、この辺のやつを装備できるっていうわけではないわな。じゃねえわ。あ、すべての装備、何これ。あ、じゃあ全身見てるだけか。なんかさ、あ、ほらチャームとかあるけどまだ選択できひんから、この辺をなんか今さっきのアイテムで使えるようになっていくってことなんかな。ここお花屋やったっけ。ここお花屋、 OK、 この辺はじゃあ見たね。ここは入れへんぞ。映画館は違うってか。じゃあこっちが映画館か。ワープ地点、映画館。いつも人付き合いを良くする必要ないよね。こういう場には一人で映画を見るのも悪くない。あ、なるほど。これでだから、人と絡んで時間経過するっていう方法もあるけど、一人で映画館とかで過ごして時間経過させるっていう方法もあるってことか。OK。次は、どこだ？俺が喋らなあかん人は、どこら辺でしたっけ？今ここやろ。装備もろもろ全然ちゃうとこいるな。意外と行きにくいところにあったやんな。装備、剣、あー高い。はー、3500か。頑張ったら帰ってたなさっきな。防具もでもいっぱいあるよね。なんか特殊能力あるやつとかないんかな。単純に物理魔法の上がるのもいいけどさ、無理して買うほどではねえかな。まだまだその時ではないと思われです。でここがまた時間経つやつがちょこちょこいるけど、俺が、あ、こっ
こいつら会いたいな、ちょっと。でもこいつらもやっぱ時間経つ系のやつかな。キャンプに、あー時間経つ系か。お前ら喋れない、気になるキャラやけど先に行かなあかんところがあるからそっち行きましょう。まずはなんか無料でもらえるやつ、メイン広場。ここもさっきのあのじいちゃんとかダメだね。でここもボートレンタル場も多分今は無理だから、どこでした？こっからもうちょっと先、ここはキルウェンビル、キルヒエ、ヒエンビルト、何屋さん？お、入れる。どうも。ここはドラッグストアから魔法薬を1個もらうっていうのが、まあ今のクエスト的なやつやと思うけど。こんばんは、フロイライン。ご予約は？いえ、1名でお願いしたいんだけど。悪いね、フロイライン。うちは予約客限定。なんやねん。空いてるとこ1個あるけど、予約か。じゃあ予約入れてもらえる？別の日に予約することはできる。あいにくうちは、あ、2週間先まで予約でいっぱい。え、じゃあ2週間後でいいよ。この場所はかなり評価が高いんだよね。ヒンターベルクの誰かが私のためにコネを使ってくれないかな。あー、そういう風にしないとここには来れへんってか。剣持って入ってきてますけど、ええのかな。特に喋ったりはないかな。じゃあ魔法薬無料でもらえる人がどこ？ここ？入る？どれ？これか。ドラッグストア、プロモ用の無料魔法薬、HP すべて回復。買う。他にもなんかいろいろあるけど、消耗品やから、なんかあんま使う気せえへんよね。これで、夜の時間を一緒に過ごす相手を見つける。誰でもええんかな。やったら、あのキャンプのやつが俺はちょっと気になるから、あいつらのとこ行こう。さっきのあれってどうやって、日誌か。日誌で？まだまだあるな、ほんまな。これで、ダニっていうやつがなんか HP 増えるって書いてるよね、あれね。ワンコも気になる。隠れダンジョン発見に便利。ワンコなんてないな、見つけてないよな。今はまだおらんってことでええんかな。じゃあ相手に喋りかけてみよう。 HP スロットを増やしてくれるって聞いてるけど、横のおっさんは誰？ここ、パンフの中に書かれてたね。冒険家たちがつるんで小話やコツを交換し合うキャンプファイヤー。男女の難易度レベルについて議論してるみたい。ショップはすぐに閉店しちゃう。明日必要なものは全て揃ったっけ。いいんじゃない、一旦今晩ここで時間を過ごしてもいいけど、誰かのことをよく知るには適してないんじゃないかな。でもキャンプファイヤーでつるんだらみんなとの関係が少し深まるよね。名声、くつろぎと馴染み度、娯楽度も少しずつ深まるし。なんかいろいろ別のステータスがあるのかい。行く。インターベルクでの夜。いいか、各ダンジョンにはモンスター等級が設定されているんだ。ピッカピカのちっこい金属板にも表記されている。だから規則があるはずなんだ。簡単なものから難関へとメインイベントに向けてウォームアップできるようにな。それに従わない理由があるか。ここへ来た目的は探検だからだよ。サムは討伐をしてもう長いよね。サムとダニやな。こいつがダニやな。プロなんだから計画通りに進める必要なんてないんじゃないか。お前はどうだ、シンガオ。お前は楽なのから難関へとダンジョンを進める派か。うん、多分そうやと思うけど。多分ね。指示に従うのは嫌いじゃないよ。ダンジョンは初心者ダンジョンと廃校しかクリアしてないんだ。昨日来たばっかりだから。まだ初心者です。廃校をクリアしたんだ。
自分はまだ行ったことないな。お前めちゃめちゃ新米やんけ。じゃあ雑魚やんけ。おいお前マジかよ。それでどんな感じ。トロッコあったね。パズルあって、暗いトンネル、トロッコと奈落って感じ。トロッコがいっぱいあったよ。あとは底なし穴の周りの壁をたくさん登らないといけないんだ。あのトロッコ移動といったら、あれはかなりの速度が出るぞ。ああ早かった。自分は他の人が苦戦するようなダンジョンで結構スイスイ進められるんだ。なんや、逆もあるけどね。ああじゃあ大したことないわ。だから公式な番号順に制覇するって意味あるのかな。まあな、誰がおすすめしたのかわからんからな。変わった場所でダンジョンを見つけたら中に入ってみなよ。まだ制覇できるかどうかわからなくてもね、学べることはあるはずだから、面白いアイテムが見つかるかもしれないし、まあ、クソ敵が強すぎるとかじゃない限りは俺も一応行くタイプやけど、ここでの体勢楽しんで、まだ近況報告してよ。これで仲良くなったりすんのかな。いや特に仲良くなるわけではないのかい。夜中は何すんにゃ。あ、社交ステータス。ヒンダーベルクで良い休暇を過ごすための重要な鍵は4つある。くつろぎ娯楽、ムナーへの馴染み、プレイヤーのスレイヤーとしてのメッセージ。今さっきので多分馴染みが増えたってことかい。だから映画館とか行ったら娯楽が増えてとか、そういうことかな。はあ、特定のステータスで基準を満たしていない限り一緒に時間を過ごしたがらない人物もいる。生意気な。同様に見つけた武器や防具によっては効果的に使用するために特定のステータスで一定レベルに達している必要がある。ああじゃあやっぱ能力も上げなあかんやね。重厚な木の香りと覚えのないブランドの洗剤の香りに迎えられた。この部屋が自分の家のように感じてきた。早えな、まだ2日目やのに。関係性レベルアップ。へえ、じゃあこれほんまにプレイする人によってだいぶ変わってくるね、ステータスの感じとか。新たなスキル、ダンジョンクリアで HP もアップ。ああ何個アイテム見つけたとか、倒したモンスター。ほう、ベッドに入るのが待ちきれない。今日は疲れたな。へえ、あよく見たら古そうなテレビ。最低限のケーブルチャンネルが見られる古いテレビだ。少し夜更かしをしてバカバカしい番組を見るのもいいかもしれない。でもここは到着したばかり、明日は絶対に疲れていたくない。あ、寝るかどうかとかもこれなんか選択肢あるってことかい。テレーザが部屋に置いていったヒンターベルクのスレイヤー向けガイド。夜更かしをして本読むのもいいかもしれない。でもここには到着したばかり、明日は絶対に疲れていたくない。だから今日は寝るしかないんやろうけど、なんか他にもできるってことやんな。寝る。これで3日目。どうも。ここは自由なんかな。ゆったりした休暇の朝ごはんで最高だな。それがロールパンにバターを塗ったシンプルなものでもね。お、あなたはチュートリアルの人。いや、その少しの間一緒に座ってもいいかい。なんで君の様子を見に来たんだ。この前のことでずっと頭を悩ませたから。なんか言ってましたっけ私。ああ相変わらず胸毛がすごい。クラウス、すごく動揺しているみたいだな。テレビでよく見ていた人という見ていた人とこういう状況になるのはなんか変だな。一応有名人やったやんね。あの地震がやっぱ気になるのかい。話すのに時間がかかってるな。それにまだ何て言えばいいのかわからないみたい。3年前にこのブームとやらが始まって以来、俺たちは何か偉大なことの中心にいるんじゃないかと思った。3年前にこの観光地冒険ブームがあったのかい。お金や観光客やそういうもんじゃない。俺はここでモンスターと呼ぶのを最初に見つけた日を覚えている。全く新しい世界が目の前に広がったんだ。そしてほんのわずかの間で俺たちは毎日何十人もの冒険家をこの不思議な新しい場所へと送り込むことになった。危険なんてそっちのけで、この仕事を引き受ける気はなかった。だが村長がオファーした時は他の誰かより俺がやった方がいいと思ったんだ。ああそれで最近油断してたんだ。君に起きたことは俺の監視下にあった。俺のせいだ。確かにうんそうだね。次はまず中に入ってゲストにダンジョンが安全だって教える方法を考えなよ。それでなんで俺が先に入らなあかんかって。あれ、うん、君が無事でよかったリーザ、本当によかった。地震は政府が村民に認める以上の被害を残している。
現在ドーバーコーゲル以外のダンジョンは全て閉鎖されている。だが修復作業はすでに始まっている。金のなる木をいつまでも放っておくわけがないしな。話を聞いてくれてありがとうな。それでもし君がここに残ることにするなら渡したいものがあるんだ。何でしょう。古い緊急用のポケベルだ。雪崩の中でも信号を受信できる作り。おう、この辺りの魔法の干渉だってすり抜けるぞ。ちょうだい。ダンジョンを途中で抜け出したかったらこれを使え。村へ連れて帰るやつをすぐに送る。へえ。リレミト的な。ああ、そんでもって山井から顔見知りやけど。古い緊急用ポケベルをもらった。緊急用ポケベルはいつでもダンジョンから脱出できる。ありがとう。そのうち観光案内所に遊びに来いよ。どうしてるかぜひ聞かせてくれ。で、まずはまたドーバーコーゲルか。これででも行けるところが、あ、一気に証拠まで行く。行けるところが増えてはいるってことよね。あ、マリーナさん。ああ、私もそのダンジョンには入ったことがあるよ。まあ、入り口のところまでだけど。ほら、あのドアが3つあって、鉄球の呪文を唱えなきゃいけないやつ。え？その後は諦めなきゃいけなかった。廃校の話だな、さっきのな。時間を忘れちゃって、シフトが始まるところだったから。ダンジョンから出してくれるポケベルを持っていてよかったよ。あのはしごをまた登るなんて大変だったろうからね。出口を守っているマイナーズ・ウィドウ。あの最後のちょっとしたボスかな。彼女に会った。ああ、ぶん殴ったよ。宙に浮いてるやつ。旋風を巻き起こし、用意召喚する宙に浮くモンスターのこと。うん、会ったことあるよ。って怖いよね。彼女を倒すために大量のチャームを準備して していたんでしょう。いや、何のことか分かんないんだけど。チャームちょうだい。ルイーザ、チャームのこと知らないの？なや。魔法のアクセサリーだよ。心に近いところにしまっておくの。リュックとかウエストポーチの中とかにね。チャームはいろんな力をくれるんだよ。私は敵を討伐したら小さな爆発を起こすものを手に入れたんだ。でも一番気に入っているのはこの2つなんだ。はい、あげる。私は予備を持っているからさ。物理攻撃ブーストと完璧、あ、ジャスト回避的な。装備中のチャームの管理と新しいチャームの装備を行うことができる。チャームを見てみよう。今所持している2つはマリーナからもらったものだから、チャームはショップからも購入することが可能。チャームはグリッド内の9個のスロット、めっちゃあるやん。追加スロットは後から獲得することが可能。ああ、2つとももうつけれんの？プラス4物理攻撃。絶妙なタイミングで敵の物理攻撃を回避すると短い間時間の流れ減速。めっちゃ楽しそうやん、それ。で、これを。あ？つけた。グリッドにチャームを挿入しよう。つけた。こっちもつける。上出来。ウィンドウ閉じよう。チャームの効力は即時発揮される。 OK。 チャームを研究している人たちもいるんだ。私は楽しそうなものや斧の一撃に力を与えてくれるものなら何でも試してみるんだ。はあ。それで今日はどんなダンジョンに挑戦するか予定はあるの？探検するくらいかな。特に何も。ハイキングで何が見つかるか見てみるよ。わあ、すごく楽しそう。山を探検するならこれだけは覚えておいて、遭遇した相手が厳しかったらいつでも他へ行ってから戻ってくることができるんだからね。危険な場所を示すために看板が置かれているけど、直感を信じて進んでいけばいいと思う。私は停留所の隣にあるキリーランドにいるから、アドバイスが欲しければいつでも寄って。ありがとう。こっからじゃあ前あれかな、牛がおったところが行けるようになったりすんのかな。このために来たのに。ここにいるとウィーンが100万マイルも遠くに感じられるよ。探検しに行こう。ダンジョンを探しに行ったり、絶景スポットを見つけて午後をまったり過ごしたりとかね。次はどこに行けばいいか分からなかったらいつでもマリーナに聞けるし。はあ。絶景ポイントでのんびりするとかいう、そういう選択肢もなんかあるっぽいよね。これで、はあ、どこにダンジョンがあるかっていうのが、まあ、なんとなくやけど、この四角みたいなのが気にはなるよな。ある程度、何個ダンジョンあんにゃ？なんかどっかでそんな見れたような気がしたけど。ええか。で、牛が、あ、おらんくなってる、ここにおった牛。やからここから先が進めるようになってるってことやね、やっぱね。
上から行くべき、下から行くべき。一応これマップで自分が歩いたところはこれちょっとぼんやり見えるようになってるってことかな。ここ離れてるけど行けるようになったりするんかい。どっから攻めていきましょう。なかなか面白そうなやつでございますが、よし、自由行動ができるようになったこの段階で、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。結構しっかり遊べるゲームになるっぽいぞ。それではまた、よろしくどうぞ。